そして目の前に一つの大きな疑問が湧いてきた。なんで俺が楽しまさなあかんの？そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターおかっちです。和歌山で子供向けの放課後スクールを主催しています。教育で生きる。そう決めてからこの10年間ずーっと考えていたことがあります。それは子供のために大人ができることは何か。以前にこんなことがありました。子供たちに聞いたんです。地元の和歌山が好きですか。え、誰も手上がってないやん。え、みんな和歌山好きちゃうの？え、好きちゃう。だってなんもないやん。田舎やし、楽しいとこないやろ。遊ぶとこないやろ。街歩いてても店いっぱい潰れてるし、そしてなんか臭いし。え、臭い？もう衝撃的でした。目の前の小学生20人、誰も手が上がらないんです。生まれた街が好きではない。85.7%。和歌山県における高校卒業後の県外進学率です。31年連続全国1位。みんな卒業したら和歌山出ていきます。このままやったらあかん。子供たちをこの和歌山でもっと楽しまさないと、そう考えました。その日から僕はテレビ番組の MC のようにエネルギー全開で子供たちを盛り上げました。そしてこの和歌山でいろんな楽しいイベントをやりました。そしてやってやってやり続けました。そしたらどうなったか。子供は笑ってくれました。楽しんでくれました。喜んでくれました。もっとやって、もっとやって、おかっちって夢中になってくれた。没頭してくれた。そしてメディアも来てくれました。そして生徒も増えていった。学校も大きくなった。これでいいんやって。このやり方は間違いじゃない。子供のためにも、町のためにも、学校のためにもなってる。このやり方でやっていこう、そう決めた。でも間違ってた。こんなことがありました。言われたんです、子供に。このゲーム全然おもんない、俺やらへん、もっと僕たちを楽しませてよ。崩れました。なんかようわからんけど、支えてたものが崩れた。そして目の前に一つの大きな疑問が湧いてきた。なんで俺が楽しまさなあかんの？子供たちは涼しい顔して椅子に座ってるだけ。文句ばっかり言って、そっから全然動いてない。動いてんの俺だけや。このステージで、この舞台で汗かいてんの俺だけ。頑張ってんの俺だけ。こんなん教育じゃない。もう完全に間違えてました。子供を楽しませよ楽しませよって与えすぎてたんです。与えられることが当たり前になった子供たちは自分で考えなくなった。自分で動かなくなった。まるでひな鳥です。ひな鳥のようにお口をパクパクしてたら、どっかの誰かが楽しいことを運んでくれる、そんな環境を作ってしまっていた。だから子供たちはこの和歌山よりももっと楽しいことを与えてくれる都会に行きたいって、そんな考えになんねん。このままではあかん。どんどん和歌山から若者が出ていくし、そして何よりも先が見えない時代を自分で切り開いていく、そんな力が育たへん。この環境を変えないと、この考えを変えないと、これがやるべきことだ。いや違う、やりたいことだって。楽しいはどっかの誰かが作るもんじゃない、自分で作る。その日から変わりました。楽しいを与える先生をやめて、一緒に作るプレイヤーになる。2016年、町中実験室子供ラボを作りました。子供ラボとは、子供がやってみたいって思ったことをこの指止まれ形式で集めて、町のプロフェッショナルと一緒に商品を作っていくというものです。現在300名が在籍しています。これまで和歌山を大好きになる和歌山トランプを作ろう、地元のおむすび屋さんのおむすびメニューを開発しようって、いろんなことをやってきました。その一つがこちらです。和歌山の働くを知る本を作ろう。和歌山何もない何もないって言うけど、ほんまに何もないか確かめてみよう。それがきっかけでした。
もう教室飛び出します。で街を歩くんです。おもろい店ないかなって。で自分たちでいいなって思った店、かっこいい、かわいいな、面白いなと思った店を自分たちで選んで店に入ります。そしてオーナーに聞くんです。インタビューです。なんで梅屋さんを始めたんですか、おすすめの商品は何ですか、やっててよかったって思うことは何ですか。そして教室に帰ってプロのライターさんに力を借りて一緒に記事を書いていきます。そして4ヶ月間かけてできた本がこちらです。和歌山の働く、めちゃめちゃ小さい本、めっちゃ薄い本です。でもこの中には子供たちの言葉が詰まっています。自転車屋さんの手が真っ黒でびっくりした、でも嫌だと思ったことは一度もないらしい、最後までスープを飲み干して美味しいって言ってくれること、それがラーメン屋さんの喜び、仕事はしんどいものやと思ってたけど街の人はみんな笑ってた、だからきっと楽しいはず、和歌山は何もない何もないって言ってた子供たち、和歌山は何もなくない、それが本のキャッチコピーに決まりました。こちらの本は和歌山の一部の学校の図書館に置かれています。今でも子供たちはこの本を広げて自分の友達に和歌山のいいところを紹介しているそうです。きっと彼らは大人になっても和歌山を出たとしてもいろんな場所で和歌山の魅力を語ってくれるでしょう。今ならはっきりとわかる、子供のために大人ができることは何か、それはあなたがあなたの人生を生きること。子供のために、子供のために、子供のためにって、一生懸命頑張って、一生懸命努力して、楽しいを作って、楽しいを買って、楽しいを与える、それをやめてしまって、自分がやってみたいと思ったこと、面白いと思ったこと、心が動いたこと、動いたこと、動いてみて、やってみて、そして楽しむ、そして人生を最高に楽しんでるっていう、そんな姿を子供に見せる、もうそれ以上に力のあるメッセージはないなって思ってます。でその姿を見て子供たちは、え、なんか大人って楽しそう、え、あんな仕事もあんの、こんな仕事もあんの、え、和歌山って結構面白いところやん、え、お父さんも頑張ってるし、なんか僕もやってみようかなっていう風になって、自分の未来と自分の街に希望が持てる、楽しいは自分で作れるんだって、どんな環境でも楽しむことはできるんやって、たとえ田舎でも、たとえコロナで学校に行けなくても、自分で楽しいは作れる。与えれば与えるほど学ぶ機会が奪われて、そして生きる力がなくなっていく。だから子供に向けているその矢印を自分に向けて、自分が自分の人生を生きる。そしてそうなると子供も大人に向けてた矢印を自分に向けるようになる。大人の顔色を伺うのをやめて、自分がやりたいこと、自分が心からおもろいって思うことに没頭できる、夢中になれる。自分の足で立って、自分の頭で考えて、自分で前に進めるようになる。あなたの人生はあなたのもの。そして子供の人生は子供のもの。これからも僕はこの和歌山で子供たちと一緒に楽しいを作っていきたい。そして何よりも自分らしく輝き、大人になるって最高やんって、そんな世の中を作りたい。いや、作る。以上です。ありがとうございました。